F コーラジオ。起立、気をつけ、礼、お願いします。今週の終盤は又吉真奈と又吉紗恵です。読むべき？このじゃあ私がいきます。このラジオは普天間高校放送部が毎週日曜日11時から12時までの1時間高校生の日常をゆるーくお届けする番組です。この番組ではパーソナリティを終盤と呼んでいます。これは普天間高校の終盤というシステムを真似したものです。やることは日直と同じですが1週間ごとに交代する点が違っています。この番組のパーソナリティも1週間ごとに交代するということで名前が決まりました。はい、あとはよろしく。どこだ？あ、あった。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて半角で797@fmginowa.com です。あ、もう一回。797@fmginowa.com です。ギノワンはローマ字ですが、最後の N は一文字です。一文字？うん、一文字。間違ってないよ。うん。間違わないようご注意ください。また FM ギノワンではツイキャスとユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますのでたくさんのツイートをお待ちしております。ハッシュタグは何これ、シャープ、うん、シャープシャープ F コーラジオです。 F は半角の大文字、こうは高いのこうです。はい、だいたい定型文が読み終わりましたね。定型文が読めない。大丈夫かい？大丈夫、うん、ちょっと今回の何でしょうね、先週からの宿題っていうんですは長めなので先に済ませちゃおうかな。はい。まあ、ちょっと先週のラジオ聞いてない方にちょっとご説明しますとですね、はい、先週の終盤はですね、普天間高校1年生はちょっと知らないんですけど、2年生で今実施されている5センテンススピーチっていうですね、はい、まあ、英語の授業でやられてるものなんですけど、こう5文以上の英語の作文をして、そのテーマに沿った作文をして、それをみんなの前でスピーチするっていう、まあ、授業なんですけど、はい、まあそれでね、普天間高校について書いてこいって言われたんで、ちょっとお父さんにお願いしますっつって日本語を英訳してもらいました。もう英語がそんなに得意じゃない2人にこれを任すあたり鬼畜。はい、そうですね。というわけでじゃあ私読ませてもらいましょうかね。読んだ後にちょっとさえさんに訳を読んでもらおうかな。書いてあるから後で渡そう。渡す。大丈夫。マジか。じゃあまあなんか前振りから、Now to answer to the mission given from last weekly team. We provide the five-point sentences to describe Futenma High School. Come. じゃあここから5分いきます。The students and the teachers are all energetic and very close to each other and intimate. So they always helping each other, both in studying and other activities such as cultural and sports clubs activities at the school. Student enjoying itand practicing so hard every day. Teachers are giving their students enormous amount of homework every day. Students are coming from all over the island and even from abroad, so there is very unique cultural exchange between students. There is a good tradition of help,
helping each other between different grades, students and self governance or by of the student by the students for school activities such as school festivals or open to public. ごめんなさい、すっごい神々で。すっごい神々で、ごめんなさい。ちょっと練習してない。ちょっとした宣伝も付け加えてね、やってみようかと思います。We will have 舞台 festival that is open to public in 17th and 18th of September. In this festival, students of Denmark High School will provide lot of plays, dance performance, singing or other art exhibition that can be shown on the stage. Please come out and enjoy with us みたいな感じで。すいませんね、グダグダで。ちょっと役を読んでもらったら伝わると思うんですけど、どうぞ。じゃあ行きます。読んで。先週のお題にお答えして、今日は普天間高校を紹介する5ポイントセンテンスを出します。うん、続いて読んでいいよ。先生も生徒も活気があって仲良しです。勉強も部活などの勉強も。どうなってんの。勉強も部活などの課外活動も盛んです。宿題が山ほどあります。沖縄県内各地と外国からも生徒が来ていて、いろんな地域の文化が生徒間で大丈夫？はいはい。です。沖縄県内各地と外国からも生徒が来ていて、いろんな地域の文化が生徒間で、まあ、混じっているっていうか、まあ、交わされてるとかそんなんでいいんじゃないですかね、多分。そうなんですか。多分お父さん適当に書いてるから、この辺、まあ、直訳みたいな感じで多分書いてるから、これで5文目がですね、先輩が後輩を助ける伝統と校内活動や公開行事を生徒主導で執り行う伝統があります。まあ、それ最後のちょっと宣伝がですね、公開行事といえば、9月17日と18日に、普天間高校の舞台祭があります。一般公開なので皆さん見に来てください。歌、踊り、お芝居、いろいろやってますみたいな、そんな感じだそうな。でもね、これ1年の最初に配られたやつを参考にして日付いってるから、もしかしたら日付変わってるかもしれないけど、どうなんだろう。大体同じだよね、多分。大体、まあ、この9月にね舞台祭やるんで、ちょっと見に来ていただけたらなと思います。楽しいと思いますよ、多分。きっと楽しいっすよ。放送部の他人語とか。まあ、放送部はいろいろあってあんまりあれですからね、参加できないんでですね。ですね、そう、宿題が終わったところでちょうど本当にオープニングが終わるっていう。マジか。本当にギチギチだったね。まあ10分ぐらいまでがオープニングなので、曲紹介を入れて CM に行きますかね。行きましょうかね。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。お願いされますね。では1曲目はポルノグラフィティさんで、幸せについて本気出して考えてみた。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。すごい。かなりのしつこさ。イエーイ。まあコメントが今こんにちはしかいない。どうもどうもこんにちはです。どうもどうも。どうもどうもどうも。こんなくだらんな感じのラジオですけど、聞いてもらえますか。
ぱ事前準備大事だねって感じですよね。大事だね。英文読むのぐだぐだで申し訳ありませんでした、本当。いい、やっとなんかオープニング終わったら、うん、一段落終わったなと思って、ちょっと安心をしていいよね。ね。ありがとう。うん。17と18っぽいよ。あ、やっぱり、うん、ちゃんと渡ってたんですね。文化祭の、文化祭じゃない、舞台祭だわ。で、19と20と21と22が休み。うん、なんか4連休になるね。いいね、やったね。へー。あー、どうせ部活入ってるから、休むわ。少なくとも放送部はないよ、多分。放送部は、放送部逆にやろう、打ち上げする。やる。やっとこう、それ終わったよ、やったーっつって打ち上げする。やろうぜ、4連休で打ち上げ4回。多いわ、やだよ、そんなやりたくないよ。4日目とか絶対飽き飽きしてるよ、うん、ま、もうお前らと顔合わせるの目が分かるよ。基本三大行事っていうんですか、うん、普天間高校はなんか3つに分かれてるんですけど、あの1年ごとに変わって、結局3年間同じ祭りをすることは1回もないみたいなシステムなんですけど、うん、することあるかもよ、留年すれば。2年生することあるから、なくない。あ、まあでも体育祭は正直あんまりやりたくないから、もう一回文化祭とかやれたら喜ぶけど。まあ確かに、正直体育祭はやりたい。体育祭は5年に1回にしよう。5年目の生徒かわいそうじゃん。いいじゃね。まあ、うん、文化系に、その辺は驚いてですね、ね、驚いてですね。この舞台祭の間中はですね、あれなんですよ、こう、あれしてました。あれ、舞台祭の時の映像を撮って、なおかつそれをずっと編集して高野祭で映像にして流すっていう活動をやってましてですね。はい。そうするとですね、まあ三大行事は回れないなみたいな。回らないしね。まあ回る気そんなないけどみたいな。興味ないしね。でもここまで喋ってるのは多分私たちだけだと思う。部長、副部長だけだと思う。はい、あ。うん。だけだと思うな、私。いて、よいしょ。長浜モーター。私の一年生でどう回していくかっていうことがさ、困りどころだよね。よいしょ。うわ、おお、落ちてきた。すげえ、1分以内に。私、CM の人行ったら過ぎたよ。落ち着け、落ち着け。やばい、やばい。おいなりやんはチキンが美味しいよ。なんか超ガーリック。
今週の普天間だった、普天間インフォメーションじゃなかった、ごめん忘れてる。え、でも覚えてるの逆に。いや、曲のタイトルが今週の普天間なんだこれ。あ、マジか。いや、ちょっとですね、この前の打ち合わせのタイミングでですね、私たちあれだったんですよ、はい、もうラジオやるのが久しぶりすぎてちょっとあれだったんですよ。このコーナーの名前これだったんじゃんってやったら違ったっていう、まあいい、この BGM のタイトルで知るっていう。今週の普天間でした、すいません。今週の普天間はですね、あれでしたね、まあ大きな行事3つって言ったら、まあまあ水曜日に弁論大会、校内の意見文発表がありまして、はい、で金曜日に終業式、そしてこの土日から夏休みが始まったぜ、イエーイっていう、そんな感じですね。そんなに嬉しそうじゃないね。課題多い。それな。そうなんですよ。さっきのなんか5センテンススピーチでも言いましたけど、普天間高校は本当に課題が多いです。宿題がやばいです。やばいです。この、まあ、他の学年はちょっとあんまり知らないんですけど、あれですよ。2年生に限って言えば、2年生の分離系に限って言えばですね、はい、まあ、まず英語がなんかノート100ページ分やってこいみたいな、みたいな数を稼ぐタイプのね、宿題が来るじゃないですか。来ましたね。でも数学もなんかこの問題集を280問までやってこい、まあ多分それは理系の方が多いんですけど。そうなの？B 問題やらないといけないからね、そっちは。なんか別になんかやらなくてもいいような雰囲気も出てる。なんかね、先生がプリント作ってきて、20ページぐらいのやつ2冊分。あ、なんかいろいろと。でもこれ1週目って、2週やってこいって。つらい。まあ結局多いなっていう。ね。そして数学も数を稼いでくるじゃないですか。で、分離はですね、政経って科目があるんですけど、政治経済ですね。政治経済がですね、91個分、語句を調べてこいって。え、怖っ。語句を調べてこいって。なんかあったかな。あ、ノートにまとめろって言われましたね。理系では、理科が生物と科学に分かれていて、まあ自分は科学取ってるんですけど、先生が9章と10章と11章の問題を全部やってこいみたいな。おお、つらい。つらいよ。もう習ってない。習ってはいる。1年の頃に習ってる範囲を。ああ、そういう。そう、習ってないで思い出したんですけど、まあ、普天間高校はもう毎月1回テストがあっても、テストがあるのが当たり前みたいな感じでテストもたくさんあるんですけど、はい、まあ、学校側が出すこの、まあ、中間テスト期末テストの間にこうスタディサポートっていうマークシート式の何でしょうね、全国でもないか、あれ県内か校内か、まあ、なんかこのベネッセさんが主催していますですね、なんかこう学力を測れるテストみたいなのがあるんですけど、はい、まあそれと模試が間に入ってきてるんですけど、そのスタディサポートの方の対策ブックっていうんですか、ああれか、まあ、それもやってこいって言われたんですけど、数学開くじゃないですか、はい、分離系まだベクトルとか習ってないんですよ。私たちも習ってないですよ。ベクトルって何ですか。ベクトルっていう単元あるんですよ。困りますよね。困りますね。B の範囲かな。やらなくていいんじゃないですか。やる B は、B はやってない。頑張れ。まあというわけでちょっと私の宿題の話が先行してしまいましたけど、まずは時系列的には弁論大会ですよ。弁論大会ですよね。水曜日の弁論大会ですよ。弁論、まあ、水曜日にですね、この校内弁論大会でしたっけ、正しい名称を忘れてしまった、まあ、放送部は、何でしょうね、弁士の放送機材の準備 と、総合司会をやらせてもらったんですけど、はい、まあ、いろんな作文があって面白かったね。作文っていうか、意見文か、うん、なんかこの年は結構あれでしたね、なんだろうな、こうなんかテーマがバラバラ、そうバラバラだった。なんか真剣にこう
考えてる真面目系の人と、なんかちょっと受けを狙ったタイプの意見文が両方あってですね、まあこうリア充とは本当に彼女がいることなのかみたいな人もいたら、このムスリムの方にお話を聞いて、なんか自分のことを見つめ直してみたりとか、はい、いろいろありましたね。ね、いやー面白かった。でもやっぱちょっと、うっすら歯がゆかったところがあったんですけど、放送機材担当としては、うん、なんか弁士の方たちのこの声っていうんですか、はい、声の大きさっていうのも、まあ、審査対象に入るので、基本マイクの音量とか音質とかいじっちゃダメなんですよ、一人目以降は。はい、なのでまあ一人目にしか合わせることができないっていうことになると、ちょっとやっぱりあれ聞こえないな時もあったりね。ちょっとね、それはちょっと悔しかったですけどね。一人目の人がなんか声が大きい、マイクに近かったかな、だよね。ちょっと一人目の方がですね、マイクに近かったんですよ、距離が。そうするとそれに合わせた音量にすると、ちょっと後半のちょっと離れ目で話してる人が全然聞こえないみたいな、もうしょうがないから近づけさせてって先生が言いに来るっていうね。そしてさらに飛行機の音がうるさいからみたいな、音量上げてみたいな。そんなこと言われてた？言われた。なんか飛行機の音がうるさいからもう音量もうちょっと上げようみたいな。マジかよ。言いに来てた。4人目ぐらいで。もうそれはなんかもういろいろとあれじゃないですか。公平さとかそういうこと言ってた、あの口はどこへ行ったんすか。消えた。まあ、もうその辺でちょっとやめておきましょう。なんか放送部の立場が悪くなりそうだ。そうですね、聞かれてたら。まあ聞かれてないと思うけどね。まあそれでですね、大体弁論大会はそんな感じで面白いなって感じで終わったんですけど、はい、ちょっと放送部としては悔しい思いもあったよみたいな感じで、うん、修業式はですね、まあ、私たちはいつものごとくこの放送ブースからやってたんですけど、サイヤは下にいたか、その時はいたよ。まあ私は部長なので、行っていいのか分かんなかった。多分あの大輝くんが狭いって言ってたから行かんくて正解やったと思うぜ、やっぱり。うん、まあそれで、うん、この音量調節してたんですけど、なんかこううまい具合にですね、なんか扇風機の音が入っちゃって、音量を上げるとうーっていう、この低音ノイズが入るっていうね。いいね。困り、ちょ、いいねじゃない。放送部として全然良くないです。イエーイ。そういう困ったことも起きてしまったりですね。うん。まあ、修業式ではですね、まあ、いつも通りのこの校長先生のお話とかね、そういうのいろいろ聞いた後、まあ、伝達表彰があって。はい。こう、何でしょう、終業式の間までにこう取ったいろいろ、何でしょう、賞とか、ああ表彰される感じのことがありまして、賞とか賞とか賞とか、演劇部の方もね一応表彰されてましたよね、一人だけ。なんて他人行儀の言い方。まあそんな感じで、で後半はですね、こう公文連、公文祭、公文、なんか高校の総合文化祭っていうんですか、全国の文化祭の、はい、こう何でしたっけ、激励式みたいな。あ、まあでも普天間高校はあまりああいうのあれだよね、まあ、確かにそれまで強くなかったってこともあるんだろうけどさ、こうちょっと軽視してる感が否めないよね。わかんない、ね、とりあえず文化系はあんまりこういうのがない。そうなんですよね、野球部とか春の選抜前ものすごい個別の激励式とかやってもらえるんですよ。そうですね、六甲寺丸々使ったりとかして、まあでもまあ結果が出るのが遅いっていうのもあるんですけど、うん、うん、そういうものだねって。まあそんなことは置いといてですね、
吹奏楽部はですね、全国への派遣決まったんですよ。普天間高校吹奏楽部。マジか。すごいですよね。すごいですね。昨日もなんか、コンベンションセンターであれでしたよね。何でしたっけ。コンサートやってましたよね。ん？あれ？やってなかったっけ？あー、なんか言ってたね。あれでしょう、あれ。吹奏楽コンクール、あれ？そうそう、なんか、コンサートっていうか、コンクールか。コンクールやってました。やりましたね。すごい一生懸命練習してて、なんか、あーと思いましたよね。ね。うちのクラスにやっぱいるんですけど、吹奏楽部の委員がですね。まあ、吹奏楽部の委員の方、とっても熱い人で。いいんじゃない、部員の方でね。あの、絶対全国行くってめっちゃ熱く語ってましたね。うん、クラスの人、行けてよかった。うん、クラスの人、クラスの人。あ、そういえば2年6組またまた水部がいない感じなんですよね。おー、マジですか。再び再び辛いな。え、1年生の時いなかったっけ。いなかった、先生が水部。本当な、先生は水部なのに。そう、1年生の時にはですね、さえさんのクラスは担任が吹奏楽部の、まあ、つまり音楽の先生だったわけなんですけど、吹奏楽部いなかったっていう。そして今年もいないっていう。なぜだろうね。ね。もうちょっとうまいこと分けてもよかったんじゃないか。他の理系のクラスに2人いるとかないの。あんま聞いたことがないな。まあそうだよね、さえあんまり他のクラスに興味ないもんね。自分のクラスにも興味ないし。うん。夏休み終わったら誰も覚えてない気がする。そう、そうか。ははは。私も正直、うん、あ、でも私は、うん、ギリギリ覚えてるかな。でも女子の名前がいまだにあやふやってば、なんかすごい私基準で似てる人が2人いて、2人っていうか、うん。いや、めっちゃいる。めっちゃいる。見分けられないんだ。野球部が全く見分けつかない。それは本当に、それは本当に。でもなんか、うち野球部2人しかいないのかな、うん、からそんなにあれでもなかった。頑張る。こっち4人いる。4人から厳しいな、ちょっとな、大変だな。1人は前同じクラスだ。じゃあその1人ぐらいはギリギリ切るんじゃん。うん。まあもう聞かなかったことにするよ。うん。まあそういうわけで夏休みもね、始まりましたよ。始まったけど、なんか、うん、昨日は宿題の予定を表を作ってちょっと悲しくなったね。昨日はお父さんが大暴れして。どういうこと。ベッド壊して。おベッド部屋に3つあるんですよ。うん、その3つのベッド全部ひっくり返して、おう弟のベッド壊して、おう自分のベッドはガッて横倒しで、お母さんが使ってるベッドはなんかマットレスっていうの、うん、が落ちてて、もう大惨事。凄まじい感じだな。こんな終わり間際であれを挟まれるとは思わなかったけど。ね。どうしようかな。一応そろそろ時間的には曲紹介入れて次のコーナーに移ろうかなと思ってたけど。いいじゃね。おう。じゃあこれは私が入れるべきかな。うん。じゃあすごい爆弾を投下した後に曲となってしまいましたが、ですね。次の曲はですね、大金のぞみさんで歌うむしるむんです。キャスも来てますんで、できれば入れてもらったらいいですかね。はい、そう、サイが言ってくれたらさ、基本さ、なんかさ、見えるけど見えないっても。でも割と今日いっぱい来てる。なんかすげえ来てる。ボリビアから？ツイキャスの方、ボリビアから？ちょっとびっくりしました。
ね、読み上げの期待されてない感じで。ごめんなさい。ちょっと必死なんコメントは見てるんですけど、いつ切り出しているのか。あ、なんでしょう。まあ、話すのも慣れてないっていうか、まあ慣れてないんですけど。目が悪くて見えない。そうなんですよ。あの、ミキさんの私の画面はですね、この音楽のプレイリストの画面とですね、ツイキャスの画面がちょっと同時にはちょっと見られない感じなので、そうすると全然反応できないんですよ。すいません。すいません。サイさんがね、サイさんが教えてくれればなんかできるかな。いやー、なんかヘッドホンにメガネって痛い。あー、それな。それは確かに。私もあのブルーライトカットかけてる時痛い。だからなんかこんな感じで。このヘッドホンのなんか肉のところにガッて上に乗っけて刺してる隙間に、そしたらなんかこう 上見たらちょっと裸眼だけど下見たら普通に見えるよみたいになるから、あ、うん、流してますよ。音声流してますよ。了解してますよ。なんでたくさん音程はなかった。若干 BGM の方が大きかったりするんで、はい、マイクをもうちょっと、あ、これを持ち上げるか、はい、もしくは BGM をもうちょっと低くするか、はい、していこうと思いますかね。わかりました。いい感じできてますかね。はい、指導食らってます。なんてないからしょうがないね。先生、1ヶ月ぶりぐらいですか、だいたい。そうですね、結構それぐらいになったと思います。うわ。苦戦しますね。これから慣れていけばいいのです。ありがとうございます。頑張ります。いろいろ忙しくってね、この他の部員に任せっきりにした結果がこれなんですよ。いや、でもその前3週ぐらい連続じゃなかったですか。あ、よいしょ。旬トークっていう、まあね、そういう感じの。まあ旬トークって言ってもね、基本私たちの時しか開催されてないですけどね、多分。マジか。え、わからない。多分私ラジオの時聞いてないんだ、他の人の。一緒、最近時間がなくて。まあ今回の旬トーク夏休みなんですけど、まあさっきのちょっと流した CD のお話でもしましょうかね。なんか県内の方はちょっとうっすら分かる部分もあるかなと思うんですけど、はい、県外の方はちょっと分かりにくい部分もありますよね、うん、これ沖縄のね、まあ、地元の芸人さんのね、なんかなんでしょう、コントのキャラクターのキャラソングみたいな感じなんですけど、まあなんか沖縄はですね、あのユタっていうですね、ちょっとまあ基本は女性とかこう、なぜにマンゴーマンゴー、まあ、このユタっていうですね、ちょっとまあ大体女性の方がなる、まあ、霊能力者みたいなこう霊が見えて、ちょっといろいろ解決策とかも出せるよみたいな方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ悪質なタイプの、ちょっと
若干詐欺まがいのタイプの方もいらっしゃるんですね。ちゃんとした人もいるんですよ、ちゃんと本当は、うん、いるんですけど、たまにちょっと、まあ、来日でもいるじゃないですか、霊能力者詐欺みたいな。ああ、うん、そんな感じのユータさんもたまにいるんですね。でそんなタイプのユータさんをなんかこうネタキャラとして書いたキャラクターなんですけど、元のキャラクターがこの大金のぞみさんっていうキャラクターでですね、うん、やってる方は千田真一郎っていうピン芸人さんなんですけど、男、うん、男男女装してやってるよ。えこれこれまあ確かにいるよね、こういう女性ね。うん、めっちゃ女性しかびっくり。ちょっとユーストリームの方には見えてるかな、この何でしょうね今この CD のパッケージ、あ、そっちに戻すよ。 CD のパッケージがですね、ちょっとツイキャスの方にもどうぞはい、はい、CD のパッケージがですね、その、はい、ピン芸人の方のキャラの時の写真なんですけどあ、そうですね、大金のぞみ。あ、でも漢字はそれじゃないんですよ、あの何でしょうね、兼ねるっていう方の大きく兼ねる、ひらがなでのぞみっていう字なんですけど、確かに大金のぞむって感じですよねまあちょっとその写真がマジで女性に見えたっていう、そういう話なんですけど、今のはまあそのキャラクターがですね、こうこんな感じで歌ってるんですけど、はい、まああれですね、この中に出てくるひぬかんっていうのがですね、こう、あ、そうです、そっちです、漢字それで当たってますよ、はいですね、こうひぬかんっていうのが出てくるんですけど、これは沖縄の家庭にはですね、だいたい1個あるって言われてる、こう、はい、火の神様を祀ってる神棚っていうんですかね、ああ、うん、というものなんですけど、なんでしょう、沖縄の場合はですね、なんだろう、内地の神棚っていうのはあれじゃないですか、お社があってお札があってみたいな、お社、まあ、なんでしょう、木の家みたいな、ちっちゃいおじ神社みたいな、あ、はいはいはい、ああいうのがある感じなんですけど、沖縄のひぬかんはですね、あの仏壇みたいにですね、こう火鉢があって、うん、でこの植物を生ける花瓶じゃないよね、あれなんて言うんだろう、なんだろう、まあそういう器があってでそれにうちの場合はお米と塩とお水が備えられてるんですけど、マジか、うん、まあ、そこにこう線香を立ててひぬかんにお祈りみたいなこともするんですね。見たことないまあ人によるんですよ、うちはちゃんとそういうのを持ってるタイプなんですけど、まあ家によって持ってないお家もありますし、持ってるお家もあるんですけど、はい、まあ、でそのひぬかんにお祈りすることも大事って沖縄では言われてます。まあひぬかんって言うけどね、お火の神様とは言うけどね、結構お家全体とかこのご先祖様との窓口とかも務めてくれる感じあるよねマジでうん、そんな感じもあったりしますすげえですね、内カビっていうのはですね、あの世のお金って意味なんですけど沖縄ではまあ割と100円ぐらいで売られてるんですけど、まあ紙にですね、ちょっと黄色いわらばんしみたいなものかな、あれわらばん、まあ、ちょっとなんかちょっとザラザラした材質の、あ、はいはいはい、なんだろう、ちょっと休みのキッチンペーパーみたいな感じの材質の紙にですねこの昔のお金ですか、6000文あの真ん中に穴が開いているお金で、真ん中の穴が四角みたいな、そうそう、そんな感じのお金がですね、たくさんプリン、ちょっと押されてプリントされてるんですね、はい、でその分のこの書かれてるお金が全部燃やすと、この先祖の元に届いてあっちで税金を納められますよっていうお金なんだよね。マジか、うん、初めて知った休みのキッチンペーパー受けました。あ、うちのひぬかんも似てらっしゃるんですかねまあそれでその内カビをたくさん燃やせば燃やすほど、あの世のご先祖様がちょっとゆったり暮らせるっていうか、裕福に暮らせるっていう、そういうものなんですけど、はい、まああとあるマジムーンとかそういうのはですね、ちょっとあっちで言う、内地で言う妖怪みたいな、妖怪、ちょっと悪さをするこの悪いものみたいなね、そんな感じのものですね、はい。で最後らへんにウガン不足って出てくるんですけど、何語
まあ、うがんっていうのが沖縄内名口でいうこうあのお祈りみたいな、はい、先祖に対してこういつも見守ってくれてありがとうねとか、このこれからもよろしくとか、そっちではどんなねとか言って語りかけたりしながら、こう尊敬してますよって気持ちを伝えながらお祈りするっていうのが、はい、あれなんですけど、こう基本的なうがんってもんなんですけど、そのあんまり先祖のことを大事にしないでお祈りもしない人のことをうがん不足とかたまに言ったりするんですよ。初めて知った。あ、まあ、初めて尽くし。でこのキャラクターってやっぱ基本そういうちょっと霊能力詐欺師みたいな感じのキャラクターなので、こうあんたがなんとかなのはうがん不足だからだよとか言ってくるんですよ。まあ、つまりはなんかこうあっちでいう霊能商法のあんたの成績が悪いのはこのご先祖様のたたりがあってみたいな、そんな感じの、まああんまりちょっとないがしろにしてるから先祖様が怒ってんだよみたいな感じのことです ね、 いいね、うがん不足。いいんじゃん、テストとかで成績悪かった時に。そういうのに使っていいもんでは本当はないんだけどね。本当はそういうのではないんだけどね。うん。あ、まあそれで長々とお話ししちゃいましたけどですね、この夏休み中にですね、あの沖縄には旧盆っていうのがありまして、はい、あの内地では新盆って言って、新暦、今の暦でのお盆をやるんですけど、はい、この沖縄では結構旧盆っていう昔の陰暦の方のお盆の方が重要視されてまして、でその時期にこうちょっといつもはお墓の方にいるあのご先祖様の霊の方霊たちにちょっとお家の仏壇の方まで来てもらって、はい、あのご先祖様とあの今の家族とで楽しくお食事とかお話とかしようねっていう期間かな。期間、うん、一応正式な手順としては誰か代表者がお墓に行ってこれこれ何日から旧盆に入るからお家の仏壇に遊びに来てねっていう風にちょっとお墓に行って軽く掃除をしてお供え物もしてお伝えしてから旧盆当日にこう、うんうん、仏壇にこの日対の、果物とかお菓子とかをお供えするんですね、うん、で何でしょう、載せるか、うん、読んでそうですね、そっちでも始まりそうですかね。確かどこでしたっけ、ボリビアでしたっけ。ボリビアでもやっぱお盆とかってあるんですね。いや、まあそれでですね、そのお盆の上にはなんか奇数の数の果物しか載せちゃいけないんですよね。まあこのなんか偶数を乗っけるとなんか家族が離縁するとかいろいろ言い伝えがあるみたいで、まあ基本奇数なんですよ、はい、このバナナとかそういうたくさんあるものも何でしょう、一房の中で奇数になるようにちょっとちぎったりとか、もともと奇数のものを買ったりとか、そんな感じでやってますね。なんか売られてるものが奇数って感じがする。ああ、うん、確かに、あの沖縄ではやっぱりみんな旧盆っていうのをやる家が多いので、あの何でしょう、地元密着系のスーパー、この沖縄にしかないスーパーで三栄っていうのがあるんですけど、ユニオンとかも、うん、まあそんな感じで地元のスーパーでは、まあ、キューボンセールみたいな感じでキューボンのセットを売ってくれたりしてるんですけど、そういう時にはもう奇数のやつだけを売ってたりしますね、うん、そう、それをね、あのたくさんお供えするからって言って、あ、まあ、果物は大体自由なんですけど、どこのお家でも、はい、このたくさん備えるからって言って備える時になって、あのお盆にどうやって積もうとかなってしまう。狭いみたいな、落ちる落ちるみたいな、というそういう時ある。あるある。それをね、綺麗になんか盛り付けるのがなんか子供の仕事になったりする。まあそんな感じでお供えをして、まあお線香も備えて、夕ご飯にはなんかこうもともとそのご先祖様の好きだったものとかも備えて、この美味しく食べようみたいな感じのね、ことをするんですよ。まあそれもあってちょっと今回夏休み中にあるから、そういう霊関係のもの流しちゃおうぜっつって、私の好きな、まあ内地からしたら本当にインディーズのインディーズのインディーズ芸人みたいな曲
を流しちゃったんですけど、どうでしょうかね。私は楽しかったですよ。まあ、そういうわけで夏休みですよ、今回の新トーク。長々とキーボンの話しちゃって、あとちょっとしか残ってないけど。本当だ。でもな、今までの夏休みってな、なんか年を取るにつれて宿題の思い出しかなくなってこない？うん、確かに。なんか小学生の頃とか、特に小学校低学年の時とか、なんかめっちゃ遊んでたなみたいな気がするけど、すごい自由だったなみたいな感じするけど、あのだんだん記憶がはっきりしてきて、そして年を重ねていくにあたって宿題きつかったなって思い出しかなくなるっていう悲しみ。ちょっと大人への階段登ってるけどさみたいな、うん、思う感じ。ああ宿題か。宿題や、まあ、普天間高校は今年もたくさん出されたんで頑張らないとダメです。頑張りましょう一緒に。何のことかな。頑張ってね。まあこんな感じで、ああ普天間高校の周りのお店の名前ですか。そうですね、私たちがちょっと一回お世話になりましたね。サンフティーマとか、中村商店、あそう中村商店ですね、中村商店とか金秀とかユニオンも確かにあのキューボンのために頑張ってくださってるんでありがたいですね。あ中村商店っていうのはですね、まあ多分結構沖縄県内では有名かなとは思うんですけど、こうお盆とか適当に流してたらすごい音楽がよし、うん、やばい、ヘッドホン外れた。あ、まあ、中村商店っていうのはですね、このお盆とかシーミーとかそういうこうご先祖様にお供えしたりとかする商品を数多く売ってくださってるお店なんですけど、はい、まあ、そういうの専門店っていうんですかね。あでも見たことあるかもしれない、まあ、ちょっと普天間の高校の近くにあるんですけどね。いや見たことないや。どっち。あ、まあ、うちは結構シーミーの時とかお世話になってます。いつもユニオン行くかな。地元に密着。中村商店もですね、あ、まあ、でも三重とかもそうなんですけど、頼んどいたらこのシーミーとかに持っていくお重とかですね作ってくれるんで、すごいありがたいですよ。マジですか。マジっすよ。受け取りに行くだけで OK。でもね、案外にちょっとやっぱり内地でのおせちとかみたいにね、お重の中身が余るっていうことも起こるんですけど、ああ、うん、美味しいんだけどね、ちょっとね、やっぱりおせち、おせちとはまあ違うけど、でも大体お重に入ってるから同じようなもんじゃん。マジか。あでも内容は違うよ、あんな栗きんとんとか入ってないけど。え、なんかあれなんですよね、お父さんの方の おばあちゃん家に行くんですよ。いつも手作りのオードブルが。手作りのオードブル、うん、すごいな。本当に揚げ物エビフライとかちゃんとやって、餅も手作りでドーナツも作って。あーすげー。すごい元気なおばあちゃんね。よくあるな。またし、また月なんか1月とかに飛んじゃうけど、でも私ムーチーが好きなんだよね。あなんかもう食べるの大変あれ。あ確かに、はぐるはなかなかにきつい。たまになんかこう横着してちょっと歯だけでガッていこうとしてうーってなって。沖縄にはちょっとムーチーっていう、ゲットっていう植物の葉っぱで包んだお餅があるんですけど、まあちょっと植物の葉っぱにくっついてるんで、横着してなんか歯だけで剥がそうとするとすごい顎の力いるよみたいな時あるんですよね。あまあそろそろ春トーク、夏休みの話全然してないね。キューボンの話しかしてない。じゃあ夏休みでしょ。うん、まあ夏休みだね。まあ基本そうですね、そうキューボンはお親戚参りもするんですよ。親戚参りもしてみんなで仲良くねやっていこうぜって感じで。あれか。近況報告もして、たまになんか微妙ないとことか来るとどうしていいか分からなくなりますけどね。あよくわかる、うん、マジで。だいたいこう高校野球が垂れ流されながら、あの楽しいお話繰り広げられますよみたいなね、そういうところがあるよ。よいしょよいしょ。まあそんなんでそろそろエンディングに入っていこうかな。ね。だってあれだもの、もうあと6分しかないんだもの。
マジだ。やばいやばいやばい。あ、サエのばあちゃんに出してコメント来てるよ。ばあちゃんすごいって。ありがとうございます。ね、すごいよね。綺麗くなるおばあちゃんすごいわ。まあエンディングに来ちゃったけど、あ、はい、読む？読むべきこれ。どっちがいいんだろうね。毎回悩むんだけど、定型文は一番最後に読むべきなのかさ、それとも最初に読んで。でもこれ正直言うと今読んでもね、もう終わるし。自身の方にね、ちょっと自身を見てくださいよこれでっていうあれじゃない？ですかね。まあでも今日はどうしよう。サクッと読むか。読んじゃえ。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて半角で797@fmginoman.com です。797@fmginoman.com です。ギノワンはローマ字ですが、最後の N は一文字です。間違わないようご注意ください。また、FM ギノワンではツイキャストユーストリームで映像と音声を配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。ハッシュタグは、#FCOLRADIOです。F は半角の大文字、コウは高いのコウです。でもさ、私、ツイッターやってないから分からんけど、#FCOLRADIOでつぶやかれたことあんのかな？分かんない。ツイッター楽しいのかな？分からない。そう、この2人の組の時はさ、誰もツイッターをやってないからさ、誰も確認ができないんだよね。ツイッターで何がやられてんだろうとかさ、ね、だからこの回の時に毎回この律儀にシャープ#FCOLRADIOでツイートしてくれた方ごめんなさい、ちょっと調べられないです。本当にすいません。他のねツイッターやってる方の時にねちょっと調べてもらおうかなと思います。ね、そして宿題だよ、来週への宿題。あ、忘れてた。何がいい？全然考えてなかったね。何がいい？うわ個人的には旧本の思い出とかでもいいかなと思ったんだけど。あー、じゃあ英語で英語でこの5センテンスを投げられたことに対する恨みね。うん、本当にちょっとさえさんも英語苦手なんで、なんでこんなものを宿題にしたんだっていう怒りがねちょっと込み上げてますね。ですね。じゃあまあ何分かは問わないんで、とりあえず旧本の思い出、まあ失敗談でもよかった思い出でも全然いいんですけど、こうあれで、あ、じゃあ分かった。逆に旧本じゃなくて、人生の中で一番恥ずかしかったことを暴露する。あ、それは普通に日本語で。うん、あ、じゃあまあそれの方が簡単かな、ちょっと簡単かなっていうのも。あ、別に英語でもいいよ、英語の役、まあ、訳をしなければ誰にもバレない。それはさすがにちょっと視聴者に対して失礼じゃない？ちゃんと聞かせてあげるべきじゃない？じゃあ日本語で一番恥ずかしかったことで。まあそれまでの人生で一番恥ずかしかったことをね、まあ、覚えてる限りでいいですよ。私も恥ずかしかったことあったのに忘れちゃってることとかありますし、覚えてるうちで一番恥ずかしかったことを、まあ日本語でも英語でも、でも英語の場合は訳もつけてねっていう感じで。はい、あ、来週やりたくねえ。せやな、これでまた来週私に巡ってきたとしたらな。もう最近ですね、FCOLRADIOですね、あの部員同士が忙しすぎてちゃんとしたシフト表を決めてないんで、なんか来週誰か空いてる人を出すとしかいなみたいな。あ、はい、みたいな感じで、最後ちょっと言ってくれてね。うん、みたいな。可能性もなきにしもあらずなんですよ。まあ、これがね、あの、また別の、ちゃんと終盤交代された終盤なのか、終盤交代サボっちゃってもう一回来ることになった私たちなのかは分かりませんけど。あー、怖い。それじゃあ、ぜひ来週も、あ、夏休みだしな。そうなんですよ、でも、夏休みだからっていうより、夏休みだからっていうより、あの、そんなことを関係なく、とりあえずいつでも予定が空いてない普天間高校放送部って感じ、うん、放送部および生徒会って感じ。今普天間高校放送部はですね、ほぼ生徒会が占めてるっていう状況なんで、あ、まあそろそろ終わりですから行きますかね。行きます。お相手は又吉真奈と又吉さえでした。来週も日曜11時にお会いしましょう。
誰が会うことになるのかな。ありがとうございます。ツイキャスだけもうちょっと炎上するといういいんじゃね。いいじこれ書きやすい。そいつは良かったね。自分家にもあるんだから使えば。そういえば家にありや。